の自己紹介、よかったあの映画見てね、参考にしてください。でほら、手前、私生まれも育ちも、私の生まれも育ちもって言ったでしょ。最初に背景から入るのは日本人。英語の自己紹介は最初から目的バーンって言う。I specialize in cross-country business management, consulting and training. 安心だろ、富永。安心だろ、富永。I specialize in cross-country business management and consulting. そういうふうに目的バーンと繰り返す。日本人というのは背景から。その違いがあるけど、まあ、あまり気にしなくていいです。でね、大事なのは構造ね。まずね、何を喋りたいかって目的をはっきり決めておく。ね、ここ。個人的な内容か、普通一般的な、どこに行っても使えるような個人的な内容の自己紹介か、観光旅行に行って、どっかで自己紹介する必要があったらやるのか、例えば隣の人に会ったら、飛行機の中で、ね。海外出張か、海外赴任か、個人の業務か、特定事業に関係しているか、日本の地理、日本の歴史、日本の文化芸術伝統、茶道、華道、武道、特にわびさびなどの国が、日本で関係したことを、ポッポッポッポ、先ほど言いましたね、2分間を超えない。ね、それで自己紹介文を作っていくね。例えば構造で個人的なもの、挨拶、最初の挨拶ね。Hello everyone, how are you today? とかね、挨拶。で、趣味を話したり、家族のこと、仕事、他の楽しいこと、ね、締めの言葉というふうに、こういう構造を個人的に。例えば個人の業務は挨拶して、現在の仕事がある。今何をやってる。で、例えば次に期待することを何かを話していく。で、専門性。ね、日本人ってね、ここでね、肌と困ってたんですよ。大学で勉強したことと関係ないことをね、仕事でやってる人が多い。で、僕は日本人に言うよ、こじつけろって。いつも言ってる。なんとこじつけてくれって。これ、日本で特徴的。ね。で、締めることが。ね。それから、海外赴任に挨拶するね。で、一番最初に赴任目的。あのね、多くの日本人、海外で赴任するときに、ね、お前行けって言われるから行くんですよ。そして、ノーって言えない。ノーって言ったらクビ。っていうか、クビに、日本人会社クビにしませんよ。会社は去らなきゃいけない。自発的。これ命令ですよ。だから目的がないの。行きゃいいのかって。そういう感じですね。だから僕は海外赴任前の研修を日本人に提供してます。で、参加した人たちに目的作って、その場で目的作って、全員に目的を発見させる。ないですから、じゃあ上司相談して、目的作んなきゃ。そして、赴任目的を持って、そして、目的を達成するための専門能力がある。だからその目的のために、専門能力は何かということを相手に説明しなさい。期待することで、豊富ね、向こうに行って。その後に個人的なこと、ね、そして現地事業員への感謝の言葉ね、それから期待ね、そして締めの言葉、形で海外にやっていく。これ日本人にね、与えられた課題でね、日本の企業が闇雲にね、目的こなしにね、とにかく海外に行けば勉強だなと思って目的こなしにやってるけど、こんな無駄遣いはない、ね。でこれはもう僕は日本企業の海外に研修で提供するときに、もう最初から目的を持たせてくれたんですよ。あの企業の人事の人と話すときにね、いや、いいですよ、私、海外赴任前で研修を提供しますよ、で、赴任予定の方に目的を与えてくださいって、なぜかってこういうことありますからって、で一人一人、なんですか、自己紹介を英語でやる、もう徹底的にやらせて、それから聞いています。日本を超えないね。日本を超えたら聞く人が苦痛を感じ始めて、その時に明瞭な発音で語るんですね。これも練習です。で、自己紹介に至る順序ね、まず原稿作成してください。それで英訳する。日本語で原稿を英訳する。英語ができる人は最初から英語で作ってください。だから、この2つの
プロセスがもう一つになっちゃう、ね、で次に構成編集するの。さっき言いましたように構造を作ってから、構造を作ってからですよ、書くのは。で、暗記する、その後暗記してください。で、録音する。暗記したものを録音するんですよ。でそれを聞いて発音調整していくんです、英語の、ね、それから一人練習、模擬実施、ビデオで撮ってもいい、自分のこと、ね、それで修正していく。よければこの時にね、協力者がいるといいですよ、ね、で修正していって、また再び練習して実践する。こういうプロセスを取ってください、自分の。大変でしょ。でも海外の、特に欧米人はみんなこれやってます。企業内研修があって何回も何回もやらせてるから、あ、学校でもやらせてる、ね、だから我々とはものすごく差がついてる、ね、これを一つ今日からやってくる、ね、自己紹介ね、英語でで実践する。私がこうやってほら研修提供する、ね、話をする。これ私組んでるみたいな。こうやってね、皆さんの話する。さっき笑いましたね。あれも笑わせなきゃ講師失格。1時間の研修の間で笑いを取らない講師はもうダメ。二度とお呼びがかかりません。で皆さんも笑うっていうかね、そういう楽しみを持ってやっていけばいいです。それから英語検定って言われますけどね、特にダメなのがトイックね。もうトイックはもう forget it言われてた。これは海外で全く通用しません、ね、これ900点取ろうが990万点取ろうがもう関係ない。こんなのこれは択一試験でしょ。鉛筆転がしてね、どちらにしようかってね、やったらね、当たるかもしれないの。それで口頭試験がないし、作文試験もないですから、もうこんなのやらんほうがましい。これ、言葉パズルですよ。ね、で、英検とか国連英検あります。口頭試験はある、作文試験がある。実用英語力試験で、海外でこれは通用します。TOEFL ね、これは TOEFL っていうのは、大学に、英語圏の大学か、もしくは大学に行ったら英語力試験です。でもね、こういった試験を受けなくてもね、目的さえしっかり持ってれば英語は後からついてきます。英語検定試験はそんなに重要なんですよ。なぜか、これ私の検定です。私海外でね、いろんな人とね、ビジネスの交渉してきました。ユダヤ商人ね、華僑、これはね、イスラエルの人じゃなくて海外に散ってるユダヤ商人ね、ね、彼ら国籍ってね、関係ないの。Where are you from? って、もう僕は聞かなくなった外国人に。What are you doing? だって。で、華僑ね、中国系商人ね、インド系商人とパキスタン系商人ね、これね、ヒンズー系とイスラム教と2つあったから。レバノン系商人、これもキリスト教系とイスラム教。ミドルイーストにね、なんでキリスト教って言うけど、レバノン系商人って、ね、キリスト教の方が商売人が多いんですよ。私そういう人たちと商売してきましたから。アルメニアがありますね。これもね、7万人以上の人が国籍するんですよ、商売やってます。で、彼ら英語の検定試験ないですよ。だけどものすごいですよ、英語使い方が。ベラ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 英語使っちゃって。で、私は彼らと商工商を何度も重ねて、なるほどね、して習うより慣れろ、使って失敗して損して元取ろうと思って、ね、取り戻そうと思ってまたやっていくって。英語ですよ。とにかく喋りまく、書きまく、失敗構わない、ね、いっぱい失敗しましょう。いっぱい恥をかきましょう。そしたら英語はする。だからあまり英語検定試験気にしなくていい。で、私がここで指導するビジネス英語、英語検定試験、保険で。ビジネスで使うかどうか、目的があるかどうか。